一発浅井さん、刑事一発ビーフドラ、先天の上がりとなりました。強い一発も単葉ドラか6セオル。どうも、積もるんかい積もるんかい積もる。リーチ積も赤ですね。はいはい、2000は2100オールの上がりとなりました。押し返しありますよね。積もりました、赤い。カンローマン積もう。リーチ積もドラドラ赤。裏、36000、3200、6200の上がりとなりました。アサイの上がりとなります。田口から、突風の田口から。8000は8300の上がりとなりました。大きな移動になりましたね、これ。いったいったー HPF ドラーカー8000の上がりとなりました。なんか掴んだ、うわっ前半のチーン2決まりました。12000、すごい。あ、詰まった詰まった詰まった。やばー、赤か4100オール。はあ、すごっ。さすがに終わりです。さすがに終わりです。田口の報酬となります。浅井の上がり、ピンフ3色。落としたくないから、リャマ、助かっちゃった。あ、先に見せる。あ、もう、泣きそう。タクチュン、小三年、もう一つ。ほら、もう、笑っちゃう。笑っちゃうよ。早いよ。来た来た来た、宝珠です。ってこと、もうえぐいって。12000、浅井の上がりとなりました。えぐいよ。ヤンピンかもしれないけど、スーソの方がいい。あ、そうですね。浅井の上がりとなりました。太陽イーペーコー赤、5200の上がりとなりました。もうトップ通過、2連勝でトップ通過を決めました。浅井現ジャンプにお越しいただきました。お疲れ様でした。もういいって、やりすぎだって。どんだけもういい、もういい。もうお前あかんなと思って。どんだけ手入るねんと思って。あ、なっちゃうともう無理だ。有言実行でしたね、その。うん、いや、もうやってやるよと。タケさんにキューピー刺すか迷ったけどね。別に打たなくても勝てるから。まあ、打たなくてもいいよね、全然、はい。打たなくてもいいけど、まあ、チーピー4枚見てね。別に流しても全然、ケンタ一人脱落させても全然いいから。だから一応、そっちの方がいいですよね。うん、次ね、ケンタさんにね、まあ、役満とかね、入っちゃうかもしれないですからね。親はね、潰した方が絶対いいけど、いやもうやりすぎよ。何やの賞賛権。あれやばい、ね、いるのよ。初ね。全然いる。大三元は本当に普通に大三元だと思って。普通に大三元になりそうでしたね。ね、でもまあ、賞賛元の方を選んでましたけどね。全然上がるよね。うん、いや、全然ついてるし、あそこの1万2000円はだってさ。うん。大三元にしたいなら、ヤンワンで泣きますね。うん。ローワン、チーワンの方が縦でいそうだから。3万が切れてたもんね。そう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 、そう。いや、通過率が全然違うから、あの1万2000上がれるだけでさ。役満なんかいらないからさ。役満にはいらないね。あれ、ケンタの立場だったらちょっと役満までみたいなね。確かに。まあ、でも数万引いたら役満大三元したかもしんない。わかんないけど。あ、大三元で通る。はい。だけどかもしんないです。わかんない。3万は積もげるけど。その場で、その場なりにやるけど。なるほどね。いや、強かったわ。すごかったですね。本当に、ケンタさんがあっという間に、ウーマントリアン順番に掴んで。そう、もう出るだし、あの、中月もさ、その後さ、あ、そうですね。旦那なんか親のね、はい、漫画にさ、はいはいはい、すぐで、すぐ。あ、もうかわいそうと思って。だって、テンパしたらだって、2、3、3、4ってあって、3打ったら宝珠なんだよ。あ、もうダメダメダメ。無理だね。リーチって言ったらロンって言われて、1問2000。あ、みたいな。なんかね、ハイパイ悪い時がね、悪いやつがうまく、なんかもう、ね、うまくいくんだよ、なんか。いい時なんて誰でも一緒なんで、はい、悪い時がなんかね、勝手に仕上がるというか。本当に。無理だから、高いとこ持っていくかと思ったら勝手に高くなるんだよ。オーラスもあっという間のテンパイでしたね。うん、オーラスはね。オーラスずれ開けたらだって、でもあれ、平行含みのイーシャンテンなんだよ。くっつきでさ。確かに。あれね、リーチしよう、スッチしそうとかだったらリーチしようと思ったんだけどな。おー、なるほどね。打って。でもね、持ってなさそう、持ってないかもな、これ、と思って、はいはいはい、途中で。さすがに打ちに来るだろうと思ってたから。持ってないね、つもぎりだ。持ってないんだな、うん、おそらくって。山さん。ずっと山さん。ずっと山さんですね。中月が一枚切ったっきり、永久に山さん、紛争は。すっちそう、統一か2とか3枚とか持ってたら、さすがに1枚は試してくるだろうなと思ったけど、なるほど試さないから、あ、じゃあリーチしたらダメかって感じだった。うんうん、もうさ、中月がテンパイしてそうだったじゃない。はいはい、あの時点でさ、現物だけ打つからさ、うん、そうだから、そうそうなんですよね。田口の位置だと現物打って当たってくれればラッキー。しかもまあ結構パワーとか打ってたじゃん。そうそうそう、強気に打ってたから、
天敗はね、可能性でいって。だから、通常はちゃんと打ってたよ。そうそう、そう。ヤンピンも打てるのよ。合わせられるから。通常打ってくれた。そうそう。ちゃんと通常はね、差し込みながら、あれはね、田口も、お見事。意思をしっかりね。あ、そう、ちゃんと、浅井にワンチャン当たればいいなの通常なので、あれは差し込みに近いから、しっかりと連携は取れてたけど。速攻スチストテンパったら、まあ上げてたの、多分。うん。なるほどね、うん、強かったな。いやもう、いかでした。本当に、完膚なきまでに。本当にボコボコにしたな。この後も楽しみになったかと思いますが、あの、非常にたくさんの応援コメントや、さすが、やりすぎだと。うん、いや、もうやりすぎだ。オーバーキルだよ。オーバーキル。そう、たまにやりましたね、ほんとに。ケンタがかわいそうじゃん。なんかもう。ケンタには見せられたよ、格の違いを。ね、これだから、あの、ジャンオー戦に有利よ。ケンタと戦うこともあるかもしれないけど。確かにね。たくさんの、あの、おめでとうコメントも来ておりますので、この後の対局に向けても一言、皆様にいただけたらと思います。そうですね、次いくつですか、ベスト16か。ベスト16になりますね。あと2回勝てば決勝っすか。じゃ田口さんはもう、ね、結構僕倒したんで。倒したね。あと15人ってことですね、残り。15人。まあまあまあ。いけそうだなぁ。お、結構長いんですよね、これ。意外とね。うん、意外と長い。長い。3月とかでしょ、うん、結構1年がかかりなんですよ ね, ね。まあ、でもなんかちょっと決勝とかはね、出てね、うん、盛り上げたいですよね。こういうのはね。そうだね。1回ぐらいさ、やっぱ優勝したいみたいな気持ちで。いや、わかる。1回は優勝した。チーム戦の時優勝したんですけど、はいはいはい、やっぱね、そっかそっか。一応ね、やっぱ1回全タイトル、全タイトル。全タイトル決勝には行きたい。ああ、いいですね。おしゃれじゃないですか。矢島さんとかが、うん、渋川さんとかみたいな。そうだね。確かに確かに。まあ、ジャンオーが決勝にいるだけでさ。格が。そう。ジャンオーかどうか知らんけどね。その時、その時ジャンオーじゃない可能性は、まあ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 、あれだけどね。まあまあ。でさ、なんか、A1 とか M リーガーとかさ、もう負けてんのよ、みんな。ああ、去年も負けましたもんね、すごいみんなね。途中で負けちゃったし。そうですね、確かに確かに。もう一発目負けたし。そう。なんか浅井とか残ってくれるだけでさ、うんうんうん、やっぱ盛り上がるっすね。見応えもありますよね。人ね、そういう人がいて、はい、若い子、あと2人と、チャレンジャーみたいなのがいいっすよね。いいですね。そういう絵になってね。だから、田口さんともう一回決勝でやりには決勝で、ね。ああ、いいですね。そういうのいいよね。うん、あ、そうそう、そう思いました、うん、本当に。うん、確かに、田口さんいたらね、注目度も上がりますから。そう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 。今日もすごかったですからね。うん、はい。田口さん上がるだけでいっぱいスパチョもらえる。確かに。ありがたい。だって田口さん戦前の僕の予想ではかなり今日負けるだろうなと思ってたんですけど。そうなんですね。うん。まあ、すげえ手入ってた。違う。一回戦。まあ、自分でも一回戦でマジ怖かったね。さすがに。ね。マジまくられるな、これ。もうまくられるだろうなと思ってたから、うん、あんまり驚かなかったもん。まあ、そうだろうね。はいはい、でしょうね、と思って。そうなんだ。想定内だった。はい。全然。ああいうのは、ね、ああいう人は上がってくるんだ、ああいう時。そうね。いや、本当にそう。こっちも慣れてますよ。スターだ。慣れてますよ。なんだ、あの、不平等ですよ。格差がすごいですよ。ケンタと。まあ、なんか、格差のスター性はありますね。いや、中月もね、そういうタイプ。そう。だから、ケンタがかわいそうなんだってあんま言うねん。ケンタだけ闇なんだよ。ああ、闇、ああ、そう。え？だからもう、田口浅井の光にかき消されてたよ。消し済みになってた今日。闇属性。いやー、もう本当に。粉みたいになってたよ。ああ、そう。いやー、そう。じゃあ、まずはありがとうございましたということでね。はい、ぜひこの後も頑張ってくださいというコメントもたくさん来ておりました。改めまして、勝ち上がりおめでとうございます。はい、おめでとうございます。というわけで。